はい、ハローフジと申します。今回も野村がね坊創造 with パープキットやっていきたいと思います。前回ね毛利家を滅ぼしまして、元就とかね仲間にねしましたね。でね、三国志13の方がね、なんと12月10日の、三国志の日だっけな、確か12月10日がの日にね発売するのが決まりまして、まあ、なんと全部ショープレイがねまた戻ってくるらしいですね。確か最後の全部ショープレイは10だっけな、確か10が全部ショープレイできるね最後の作品みたいな感じだったよね。11と12は大名でしかねできないんで、君主か。まあだいぶ久々のね全部ショープレイで、だいぶ戦闘面気になりますよね。新作を取り行います。まあ多分なんていうリアルタイムシミュレーションではないんだろうな。もし全部ショープレイでなんかリアルタイムなね戦闘できるならば、それはだいぶね楽しみになるな。まあとりあえずね PS4 版買いますけど、まあそれまでにねパソコンを組めればパソコンでねやりたいですね。よし。ではまあとりあえず今回は大内家をね攻めましょうか。の前にまずね家中の、信頼度、家臣の、まあ、忠誠をね上げたいので、御用を受けたまわります。できる限り家宝を買い占めつつ官位とかもね取っていこうか。従属はそういえばいっぱいいるよな。そんなに従属させてもしょうがないよな。でもあれ長野家がなんか敵になってるんで、六角を従属させよう。で家宝与えたんで官位だね、朝廷に。あ、まだ一回ももらってないんだ。ここら辺だと何になるんだ。秋の神は近いかな。さぬきは四国で、ビンゴとかが、あ、出雲の神かな、多分。よし。まずは内陸側を攻め取って上陸をねなんとか今パート中にねしたいですね。6000いいだろう。で六角が従属した後で執事、まあいいだろう。だってともう兵は全体的に回復したかな。まだだね。ご命令よ、先月の収支です。よし、兵力は、あ、千葉家が、名門千葉家が滅んだ。大丈夫だね。出陣の準備だ。まずどう攻めるかってとこだな。道が二手に分かれてるんで、山吹と出陣するぞ。ここ通って、押原城から出陣するぞ。まず出そう。1500なんで、まあ多分2000はいるんだろうな。援軍がどんくらい来るかだけど、山口館は多分、あ、でも500か。徳山城1500のはずがないんだよね。まあとりあえず念には念をってことで、
3人をね、よこして、下の方を、取れるように。出陣するぞ。ここだね、ここ。まず数で押して、まあ、失敗したら前線の兵で押そう。後方から出そう、とりあえずは。腕が鳴るぜ。道を変えてね、詰まらないように工夫していかないとな。よくね、詰まるんでね。ご命令よ、先月の終始です。浦上家との同盟はあと1ヶ月と。さてどうなるかな。全然タイミング合わせてないんで、出陣する。足並みは合わないと思うけど、ご覧に入れよう。援軍は気になるね。どれくらい来るかってとこだな。表情を始めますぞ。先月の終始です。米の収穫があって兵糧8万7000と拡張ができると。でも今年サブチャンネルで多分三国志をね上げていくかな。多分メインチャンネルではやらないと思うな。ご命令よ。なので三国志13は報告いたしますぞ。まあこっちでね、やっていこうね。遊びは終わりだ。よし。それ以外だと今年ないんだよな。今年ゲームが。かしこまりました。出陣する。続々と援軍が到着したのか。1500と2000、3500。徳山城が1500なんでおよそ5000。まず前線の兵でこのね部隊を駆逐して五詰めで城を取る感じでいこうかな。かしこまりました。我が戦お見せしましょう。道をなんか変えていきたいな。出陣する。よし。出陣するぞ。我が戦お見せしましょう。我に受けぬ敵なし。待て待て待て。上の方は200と2000。勝てるけど城は落ちるかな。力を合わせよ。さすれば勝つ。まあでも有能なおじいちゃんがいるんでね。お父さんか。お命令よ。報告いたしますさ。戦で負けることはないだろうな。出陣するぞ。ここは貴様らの地獄よ。よし。おっと、味方が一人やられたぞ。お父さんも危ないんで退却しろ。で、残りの兵で。ちょっと待って、上用に部隊を再編成だ。よし、ガッサン戸田城から元谷と別所か。ないだろう。率いる、ちょっと待ってね。周りの城空きはない。まあいいや、この新山城から出してもうおよそ6000かな。7000くらいか。で城の攻略に取り掛かるとしようか。逃がしはせんぞ。まあ包囲はできたけどね、落とすことはできないんで。表情を始めますぞ。報告いたしますぞ。焼き打ちでもして待って待つか。まあ待つか。で浪人平かなんていうんだ。よし、下は順調だ。多分ここも落ちるんで山口館攻略部隊を出そうかな。出陣する。信長、何これ、なんだっけ、ドリフターズだっけな。山的に通んないといけないかな。上の方から行って、あ、遠い兵糧がなんか持ちそうにないな。
高森城通っていくのが一番いいな。こうか。出陣する。毛利高元は、そうだね、下の方から行くのが難しいけど、あ、どうせ合流しちゃうな。戦場へ参る。なんかいい道ないのか。でここ通って正面から行く感じ。ん？道がすごいことになったけど、まあ、いいか。ね、もうちょいもうちょいもうちょい。お、下った下った。捕らえました。じゃあ別に遠回りする理由もなかったな。そのまま全員で山口館に行くのやめて、ちょっとね別々に行くとしよう。お任せあれ。頭を使っていかないとね。かしこまりました。承知、出陣します。あ、しまった。表情を始めますぞ。いざ行くぞ。あ、でも引いてったな。我に打てぬ敵なし。お、城包囲したけど、ん？どこだ？兵糧が切れた。退却も厳しいな。ちょ、待って待って、とりあえず徳山城に、いや引けないな。こっちから引け。間に合えばいいんだ、間に合えば。お、川野、富士。殿に娘としてお使いいたします。いかようにでもお使いくださいと。表情を始めますぞ。報告いたしますぞ。お、下った下った。敵将、捕獲しました。なんだ、思いのほかあっけないな。となると退却する部隊を選んで、城へ戻る。お前も退却しろ。騎乗する。で一緒にね、ここの城をね詰めに行く部隊を出すか。まあ出さなくても勝てるけど、被害は最小限に抑えたいんだね。待機しろ。この戦、我らの勝ちだ。待機しろ。よし、まあ、兵糧の補給に戻ったね。部隊もう帰らせよう。お、城を囲んだか。わ、へ、兵が騎乗する。騎乗するぞ。よし、ご命令を報告いたしますぞ。もう一回とりあえず一旦戦闘戦線やめるんで騎乗させよう。あ、こいつ知ってる。切り捨てる理由もないからいいや。あ、知らないな。名字的には知ってるね。お、幼女に迎えていただけませぬかと。表情を始めますぞ。報告いたしますぞ。でまたここにね、娘が加わったと。どれだ？これか。強いなぁ。武勇が高い。あ、なんと義理のお父上より武勇が高いぞ。あ、プラス5。あ、でも高いね。よし、とりあえず落ちたので。本当はここまで行く予定だったんだけど、まあね、ちょっと近いもんな、城が。大合戦になりそうなんで、まあ一旦引かせよう。騎乗します。騎乗する。で、なんかちょっとここら辺の空白にね、城を作って攻めやすくしたいな。
状を始めますぞ。先月の収支です。誰を送ろうか。那須与一送って二人つけよう。なんなりとお申しつけよう。そしてとりあえず城が作れる場所を確認しようか。もうね、僕だいぶね城作りまくってるんで、大体どこにね作ればいいか分かるようになっちゃったんだよね。まあここだよな。まず広い海、まずこの空白にね町一個作れるし、道にもいっぱい作れると思うんで、ここが一番発展するな。ついでここも発展しなくはないよね。でここ山なので論外だな。ここも論外だ。ここも山なんで無理だね。町となる場所がないところには作ってもしょうがないからな。よし、従属か。あ、お、ん？大友ではないよな。まあいや、大友とは同盟を一旦結んでおこう。で外交を送ろうか。さて、うちに従属しているね家臣たちの状況を見ようか。六角は特に拡大もなしで、浅井が敵の連合に加わっているっていうのが気になるな。で北畠も特になしだ。長野家を攻める様子はないね。確か連合でさ、攻略で落とした場合ってどうなるんだっけ。そちらのものなはずなんだよね。なのでちょっと連合出るとするか。で長野城を攻めさせようか。筒池どうしよう。まあ、いっか、筒池はいいや。よし攻めろ。出るとするか。出るとするか。よしこれ絶対勝つよ。末沖房天候石化有能だな。仲間にしたいな。行くぞ。よし同盟組めたね。連合が、連合結成から3年が経過し、反アマゴ連合は解散した。ちょっと攻めさせたばっかりなのにな。先月の終始です。この場合は執行すると思うんで、落としたら多分そのままねこいつらの領土拡大になるよね。まあ、とりあえずじゃあ今回はここまでにしたいと思います。